松阪市行政チャンネルでは7月4日火曜日から10日月曜日まで特別番組をお送りします。7月4日から6日は定住自立圏の形成に向け連携協力を進めている多気町、明和町、大台町と共同制作した番組をお送りします。また7日から10日は今年5月に松阪で上演された島根県の伝統芸能石見神楽をはじめ多気町、明和町、大台町が制作した番組などご覧の内容でお送りします。次回のアイウェーブ松阪は7月11日火曜日からお送りします。皆さんぜひお楽しみに。それではこれで失礼いたします。